皆さんこんにちは。今回はアマゾンの安いトルクレンチと有名メーカーのトルクレンチは何が違うのか検証をしてみたいと思います。今回購入したトルクレンチはアマゾンで4488円で買いました。説明欄の枠に購入先リンクを貼り付けておきますね。有名のメーカーのトルクレンチは何万円もしたりするのに、今回のトルクレンチめちゃくちゃ安くないですか？私は今回購入したトルクレンチ以外にも何本かトルクレンチを持っています。もちろん全部トルクレンチは測定できる範囲が違います。トルクレンチの動画他にもあるのでぜひ見てくださいね。私は整備で使うときは差し込み角が 9.5 ミリのタイプを使っていますが、今回差し込み角が 12.7 ミリのトルクレンチを購入しました。有名なメーカーのトルクレンチも安いトルクレンチでも、トルクレンチは測定器なので使っているとずれたりしてきます。数年に一度公正に出す必要があります。だったら安いトルクレンチを数年に一度買い替えた方がいいんじゃないの？って思いますよね。でもそこで心配なのが信用性ですよね。有名メーカーの場合信用性はあるけど、安いトルクレンチの信用性は？その辺も含めいろいろと比較をしていきましょう。今回安いトルクレンチと比較をするトルクレンチはトネのトルクレンチです。2本とも差し込み角は 12.7 ミリです。私は 12.7 ミリのトルクレンチはタイヤ交換用に使っています。ではそろそろ買ったトルクレンチを開封していきたいと思います。実はですよ、アマゾンで買ったらこの状態で届きました。トルクレンチは精密機器なんだから段ボールに入れて送ってほしかった。専用ケースがついているのはすごく嬉しいです。ではケースを開けますよ。ディープソケットとエクステンションバーまで付属していますよ。まさにタイヤ交換専用のトルクレンチって感じがします。これが取扱説明書ですね。使用する時の注意事項だったり使い方が書いてあります。使い方の説明も詳しく書いてあります。有名メーカーのトルクレンチでもここまで詳しく書いてないですからね。では袋からトルクレンチを出していきたいと思います。ちょっと指紋がついていますね。これは誰の指紋だ？トルクの値を設定する部分も簡単に回せそうです。グリップ部分も普通に握りやすいです。付属しているディープソケットとエクステンションバーも見てみましょう。これがエクステンションバー、延長バーって言った方が分かりやすいですかね。こんな感じにディープソケットにエクステンションバーをつけてトルクレンチに装着して使います。ディープソケットとエクステンションバーだけ買っても結構いい値段するのですごく助かりますね。エクステンションバーは本当に必要なのかって思いますか？ディープソケットだけだと車のボディと持ち手の部分が当たって結構やりにくいんですよ。これは今回アマゾンで買ったトルクレンチの説明書になります。このトルクレンチは右回転も左回転も測定が可能みたいです。精度の誤差は右回転がプラマイ 4%、 左回転がプラマイ 6% みたいです。少し驚きなのが測定範囲です。40ニュートンから200ニュートンまで対応していますよ。これならトラックのタイヤ交換にも使えちゃうんじゃない？トネのトルクレンチは測定範囲が40ニュートンから140ニュートンです。精度の誤差はプラマイ 4% です。
Amazon で買ったトルクレンチの方が測定範囲は広いですね。精度の誤差は2種類とも右回転でプラマイ 4% なので同じです。ただ一つ大きな違いがあります。右回転、左回転と切り替えができますが、トネのトルクレンチは右回転専用です。ここに方向が書いてあります。よく見るとオンリーって書いてあります。では実際にトルクレンチを比べていきたいと思います。最初は Amazon で買ったトルクレンチから見てみましょう。右回転、左回転の切り替えはここで切り替えをします。トルクを設定する前に一番下側のネジが緩んだ状態か確認をします。一番下側のネジを緩めた状態にしたら、持ち手部分を回してトルクを設定します。測定範囲の最小が40ニュートンなので、最初40ニュートンに設定してみます。ちょっとここで一時停止。少し反射して見えにくいですが、棒の部分に40、50、60、70と数字が書いてあります。それに対して取っ手部分は0、2、4、6、8と数字が書いてあります。棒の部分の数字を40、取っ手部分の数字を0に合わせるとトルク40の設定になります。なので今の状態が40ニュートンに設定した状態になります。この状態から取っ手部分の数字を0と2の間に合わせるとトルク41になります。実際にやってみますので見ててください。今の状態が41ニュートンの状態です。42ニュートン、43ニュートン、1ニュートン単位で設定したい場合はこんな感じに設定をすれば OK です。トルクの設定が完了したら、下側の緩んでいるネジを締めた状態にして使用します。使い終わったら一番下側のネジを緩めた状態にしてトルクを最小に戻します。最小に戻す時ですが、赤い線が引いてあるの見えますか？これ以上下に下げたらダメみたいです。次はトネのトルクレンチをやります。 Amazon のトルクレンチは一番下側のネジを締めてロックしましたが、トネのトルクレンチは上下に移動させてロックをします。トネのトルクレンチもロックを解除した状態で、持ち手部分を回してトルクを設定します。トルクを設定したらロックをして使用します。1ニュートン単位のトルクの設定方法も Amazon で買ったトルクレンチと同じやり方です。トネのトルクレンチはトルクを最小に戻すとき赤い線はありません。一番下まで回して完了です。ちょっとこれを見てください。今2本のトルクレンチを40ニュートンに設定しています。トルクレンチをすでに持っている人は見ていて気づいたかもしれませんが、トネのトルクレンチは40の線に対して0がドンピシャで来ていますが、 Amazon のトルクレンチは40の線より少し下に0が来ています。これが値段の差なのか。今43ニュートンの状態ですが、40ニュートンに設定した時に今3の数字のとこに0が来たらドンピシャなんだけどな。私は少し気になります。次は最小トルクから最大トルクまで回してみたいと思います。少し回すのが硬くなってきました。今何ニュートンか見てみましょう。140ニュートンです。最大トルクまで頑張って回します。もう少しだ。今最大の200ニュートンです。次はトネのトルクレンチを最大まで回します。そろそろ最大トルクかな。最大まで硬くなることなく回せました。
ただ、アマゾンのトルクレンチも硬くなったのが140ニュートン超えたあたりだったので、結果的には同じ感じですね。長さを比べると、トネのトルクレンチの方が少し長いです。実際に長さを測ったら、トネのトルクレンチは 53.5cm で、アマゾンで買ったトルクレンチは 46cm ぐらいでした。次は重さを測ってみます。トネのトルクレンチは約 1.7 キロです。アマゾンで買ったトルクレンチは約 1.2 キロです。トルクレンチはずっと持ちながら使う工具ではないので、重さは気にしなくて良さそうですね。では実際に42ニュートンで締め付けをしてみたいと思います。最初はアマゾンで買ったトルクレンチで締め付けをしてみます。今ロックがかかりました。このままボルトを緩めないで、トネのトルクレンチで42ニュートンで締まっているのか確認をします。ずれたらわかるようにマジックで印をしておきます。ではトネのトルクレンチで42ニュートンで締まっているか確認をしてみたいと思います。マジックの印がずれているか見てみましょう。ずれていないです。安いトルクレンチでも正確ってことですよね。この状態のままトネのトルクレンチで50ニュートンで締め付けしてみます。50ニュートンで締め付けしたのでずれて当たり前だけどずれました。左が40ニュートンで右が50ニュートンです。40ニュートンから50ニュートンに締め付けするとき、実際に締め付けているとボルトが少し回ったのがわかるのに、思ったよりずれていないことに少し驚きです。10ニュートンの力ってこのぐらいのずれなんだね。マジックの印を消してまた締め付けをしてみたいと思います。今度はトネのトルクレンチで60ニュートンで締め付けをします。今ロックしました。先ほどと同じようにずれたらわかるようにマジックで印をしておきます。トネのトルクレンチと同じ60ニュートンに設定しているのでずれたらダメです。ではやります。印はどんな感じか見てみましょう。印もずれていないので大丈夫そうですね。この60ニュートンで締め付けした状態でエクステンションバーをつけてやってみますね。トルクレンチのトルクは同じ60ニュートンのままです。エクステンションバーをつけたらトルクが変わっちゃうんじゃないのって思う人はよく見ていてくださいよ。エクステンションバーをつけて締め付けしても印はずれませんでした。ってことはエクステンションバーをつけてもトルクは変わらないってことだね。では実際に車のホイールのナットを締め付けしてみます。エクステンションバーをつけないとボディに当たりそうで怖いです。安いトルクレンチを買ってボディに傷をつけたら逆に高くついてしまうのでエクステンションバーをつけます。普段エクステンションバーをつけていないので少し違和感があります。今回はホイールのナットなのでトルクを100ニュートンに設定してやっています。今ロックがかかりました。私はロックを2回いつもかけますが、これはオーバートルクっていう人もいますけど、心配だからいつも2回カチカチさせます。見ていてわかったと思いますが、車のホイールのナットを締めるときは上から下に締め付けするので自然と少し体重が加わります。その時点でオーバートルクです。
だからさっき締め付けトルクの確認をした時、車のホイールのナットでやらなかったんですよ。100ニュートンで締めても100ニュートン以上で締め付けされているのでね。次はトネのトルクレンチでやります。あれれ、ソケットにナットがはまらない？はまらないと思ったらソケットのサイズが19でした。21のサイズにソケットを変えてきました。実際に車のホイールのナットを締め付けしたけど、 Amazon で買ったトルクレンチもトネのトルクレンチも使用した感じ大きな違いはないです。ただ私はトルクレンチを使い終わってトルクを最小に戻すとき一番下まで下げる癖があるので、赤い線より下に下げちゃいそうです。ディープソケットも3種類付属しているし、この値段なら私は大満足です。ということで今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次もぜひまた見てくださいね。